過去問の回転率っていうものを早稲田以上とマーチまで違いがあるよ。早稲田には2種類の成績標準化があります。ズバリ、はい、どれだけ取れればアンテナこの合格ラインは、はい、ズバリ言うわよ。過去問やってて、まず皆さんが第一段階として目指していく結果はどこかっていうと、ズバリ始まりました、もちちゃんです。今回はですね、前回の動画の続きになるわけなんですが、早稲田、はい、命、早稲田狙って10年、早稲田狙って10年狙って、ね、なんか落ちた人みたいですね。違う早稲田を狙う塾を作って10年ですよ。早稲田の対策でやっとかなきゃいけないのは、そうですね、で過去問だと遠いことです。なんで今回はですね、その過去問のやり方を、ね、はい、伝授して、伝授、はい、彼女がもう受けるんでね受ける可能性があるんでね、はい、じゃあ過去問の使い方ですね、はい、っていうのを、ね、具体的に教えてもらえば、わかりました。ここで皆さん、なぜ過去問に使い方が大事なのか、まあよく言いますよね、過去問どんな風にやったらいいですかってね、やり方って、でみんな多分ネットで検索してカチカチスクロールしても出てくるのは武田塾チャンネルばっかりみたいなねそんな感じだと思うんですけれども、サムネで中森さんがこう泣いてる、はい、泣いてる感じね。そうね、あの、なんでこうやり方が大事かっていうと、それは人の勉強とか成長とか、あとは受験戦略みたいなもの、こういうことを考えるっていうのは弱者の戦略だからなんですよ、お話としては。え、武田塾が弱者、あ、もう武田塾なんかもそうですね、弱者の戦略をいわゆる言ってる塾ですよねこれでもあの褒めてるんですよ、これ褒めてる、そうそうそう。というのもなんでかっていうと、こう人の勉強とか実力アップっていうのにはソフトの面とハードの面っていうのがあるんですよ。コンタクトレンズって、はい、違う要はあのハードってのは何かっていうと、これはもう、 こう生物学的なこう DNA からなる人の頭の良さですね。この辺なんかはね、結構今後なんかドラゴン細井先生とかに話してみてほしいなとか思ったりするんですけど、このチャンネルとかで、はい、やっぱ細井先生もおっしゃってましたけど、英単語とかももう本当1回2回見ただけで覚えちゃったよみたいな人たちとかいるわけですよ、うん、皆さんも小学校の頃とかありえないぐらい頭良さそうなやつっていたじゃないですか。ちょっとしか勉強してないのにみたいな、頭良さそうだ、頭いいやつですねあのいたじゃないですか、まあ、森田先生とかも僕から言わせるとその部類ですけどね。なんかこう、いやだって4カ国語喋れたりしないでしょ普通スーパーハードスペックだと思うんですよね。いやこのハードっていうのは要はスーパー頭のいい連中の戦略っていうか、まあ、戦略いらないんですよ、ハードがしっかりしてるやつらって。なんだけどソフトっていうのはこれいわゆるやり方とか戦略とかそういうことなんですよね。でハードがすげええげつないやつらはこれね、戦略なんかいらないんですよ。もう、ハンマー裕次郎なんですよ、みんな、こいつらは。バキ。だけど、いかにね、こいつらに勝っていくかに、やっぱりね、戦略がいるんですよ。だから、君たちは、やっぱり弱者として、しっかりとソフトの部分を研究して、それでね、こう、ハードスペックな奴らに勝っていくっていう。このために、過去問はやり方が重要なんですよね。あんまり裕次郎には勝てないですけどね、どうやっても勝てないんですよ。でもほら、オロチドッポとかさ、天地上下の構えとかやるでしょ。知らないバキ、ね、知らない各海洋がシャオリーとかやるでしょ。バキ知らない、はい、まあ、入れといてくださいね、はい、写真ね。過去問の具体的にどうやってやんなきゃいけないか、はい、やり方ですね。そこをみんな知りたいです、はい、はい。でまあ、あのこれはもう本当に皆さんいろいろな状況の中で過去問やられてると思うんですけれども、大事なこと、一番大事なことなんですけど、あの過去問の回転率っていうものを早稲田以上とマーチまで違いがあるよって、ここに壁があるよっていうことを分かってほしいです。どういうことかっていうと、当然早稲田の入試問題って非常に骨太で解説も図太くて結構大変な問題がやっぱりなんだかんだマーチと比較すると多いんですよね。で正答率も当然マーチと比べると低くなります。当然難易度が高いんだから。なのにセンター試験が終わってから初めて過去問に取り組みますみたいな連中、何やってるかっていうと、これ浪人生にすっごい多いんですけど、なんかこう1日1年分とか、ね、あと英語ができない子とかがの浪人生だと、いや最後1日1長文やってたんですけどねみたいななんか本当にそれって力になるのみたいないわゆるもう消化ができてないのにひたすら馬車馬のようになんか味も分からず飲み込み続けるジャンクフードみたいなことを過去問でやってる子たちが結構多いです。これなんだけど、そうじゃなくって、もっと早稲田以上みたいなそういう難易度、そして解説も骨太なものに関してはじっくりやってほしいですね。丁寧に味を噛みしめて子羊の頬肉を頬張り、ワインの香りを楽しむがごとく、もうね楽しんでほしいですね。未成年
未成年ですね。じゃあ分かったもうね、とにかくこう丁寧に分かってるっていう実感を踏まえながらミルフィーユのように復習復習復習。ちょっとうちの先生いや宣伝いいんじゃないですか。え復習いいな、そうなんですよ。そうやってやっていってくださったら、まずこう過去問に対するクオリティが上がってきますから。でクオリティを上げて、で本当1日1年分とかだと、よしもうちょっと次こそ慣れて、次はできるんだろうか、どうするんだろうかみたいなことを考えて挑むんじゃなくって、もうしっかり復習して分かった、次こそはできるぞっていうような実感を持って、もっともう少しでもっていうようなところで次に行ってほしいですよね。じゃ時間取った方がいいですか？それだと1年分やるんだったらやっぱ復習時間、うん、復習はねある程度時間取っていいと思います。やっぱそっか、直前期だったら1個丸々やった方がいい、ね、だから早めに始めておけよって話なんですよ。1丁分ずつやるのはじゃあおすすめしない？もうおすすめないですね。1日1丁分じゃなくてまとめてといて、結構これもうちの10年の歴史の生徒たち見てて、昔はね人によっては1日1丁分ずつみたいなこともやらせたんですよ。なんかこう一気に1年分やるの大変だから。なんだけどそういう子にこう本番起こってくる現象があって、何かっていうと、やっぱりねあれだけのボリュームの長文を90分の中で読み切る体力と集中力の維持ができないんですよね。まあ、いわゆる過去問に入る前の長文の練習の段階ではそれでもいいかもしれないけど、過去問演習っていうのはあくまでも合格可能性を高めるためなんで、なるべくなら本番と同じ環境の中でやった方がいいと思いますね。強化はいいですか？強化1丸ごとやるのはやっぱきつい。まあでもうちの子たちはやりますね。あやる、うん、全部の教科を1日そうですね。でやって、でまあこう復習とかを1週間ぐらいかけて3回ぐらい繰り返して丁寧にやりますね。あなるほど。だからうちの子たちは比較的センターが終わるまでぐらいは1週間に1年分3科目3週ぐらいのクオリティでやってます。わあ、うちの子たち子だくさんですね。そうです、もう150人の子たちがいますんでね、うん、だから僕の悪口言うと150人の早稲田合格塾芸人が叩き芸人って芸人が叩き芸人なんでっていうようなことがねありますんで、でまあセンター終わったら、言うてもセンターが終わったぐらいの頃からになってくると、ある程度過去問もね3年も丁寧にやると何かしら掴めてくるんですよ、うん、うん、回転率が高まってくるんですよ。だいたいこんな感じっていうのが分かってくるからってなってくると、まあ、1週間に2年分ぐらいまではやってもいいのかなって感じがしますね。なるほどな。まあ、時間当然かかって、はいはい、でやっぱ正答率とか気にする人多いと思うんですけど、そうですね、過去問やってて、まず皆さんが第一段階として目指すべき結果はどこかっていうと、ズバリ平均点を目指してください。うん、うん、平均点が取れるとあとちょっとなんですよ。どういうことかと言いますと、平均点が取れると合格点まだどれぐらいかってわかります？あとね1割2割なんですよ。あと1割2割だとすごい遠くの方に見えてる早稲田の壁がなんかでも背中がもうちょっとのところにありそうな感じしてくるじゃないですか、うん、そうなるとテンション上がってきてもっと勉強やりたくなってくるんですよ。おー、なるほど。で平均点ぐらいまでのラインっていうのはある程度その過去問やる前まで、いわゆる問題集とか参考書とかの勉強とか、あとは塾の授業とかの積み重ねでいけるところなんで、平均点を下回らないっていうのは目指してほしいんですよね。でもう一個平均点を取るのに大事なことが、早稲田には成績標準化という仕組みがあります、はい、で早稲田には2種類の成績標準化があります、うんうん、1つは選択科目におけるこう平均点のこう工程でこう不公平が生まれないようにってところで調整するタイプの、成績標準化。世界史と日本史とかですね、そうですね、ね、平均点とか当然分かれちゃうんで、そこをこう合わせるっていう作業があります。そうですね。そしてもう一つは3科目全体で成績標準化してくるっていうタイプの成績標準化があるんですよね。まあ、簡単に言うと早稲田の入試っていうのは学部自治で学部単位で作ってるんですよ。で例えば早稲田の商学部がこうこれぐらいの点数が偏差値50平均点になってくれたらいいなっていうふうに考えている平均点があるんですよね。だけど実際に受験生が解いてみて出てくる平均点っていうものが高かったり低かったりするわけですよ ね、はい、でそこをね結構調整していくのが3科目型の成績標準化なんですよ、うん、早稲田は、まあ、このカーブのやつが 30%、40% っていうところで来るように作ってるって早稲田の教授が言ってました、うん、そうですね。で成績標準化っていうものを考えた時に例えば5、6点下げられてるとするじゃないですか。3科目とも平均点超えてる人のこう成績標準化が5、6点下げられるとした時に、1科目とか例えば英語とかの平均点以下を取っちゃったよみたいな子がいた時に、ちょっとね他の子と比べて成績標準化の影響が大きく出ます。うん、5点のはずが7、8点引かれてたりとか、
でこれが2教科平均点より下があると10点引かれてたりとか総合得点がそういうことが起きるんで成績標準化に関して気をつけないといけないのでだから第一段階としては平均点を絶対に下回らないということなるほどですね。今日のライブは平均点以下でしたか。平均点以下でした。以下だったな。じゃあちょっと反省会しようね。ズバリどれだけ取れれば安全ですか。もう合格ラインはズバリ言うわよ。出た。実はですね、うちの塾は毎年生徒の成績開示データを浪人生全部回収するんですよ。自宅にざっと5、600枚ぐらいあるんですけど、成績標準化データが、うん、でそれを見た時に概ね7割、うん、うん、結構7割神話なんてことがねちょっと言われたりするんですけど、ね、はい、意外とあれ当てになります。うん、7割取っておくと3科目型の成績標準化を食らう上においてもまあまず安全圏です。7割はね意外と大変です。そう、うん、教育と社学のことを申し上げた動画があるんでよかったらそちらも見ていただきたいんですが、特に早稲田小学部とかみたいに60点満点の国語が大問2個しかありませんみたいな時になった時、1問あたりの配点がまあまあでかいんですよ。だからもう本当にね 4,5 問間違えるともうちょっと危機に瀕してくるみたいな、うん、2点の問題とか4点の問題とかあったりする中で5個間違えたらちゃうとそれだけで60分の40とかになるわけじゃないですか。もう7割下回るわけですよね、うん、学部によってはこう総合得点が大きい学部はなかなか7割大変です。だからそういった面でも教育とか社学は、まあ、逆転合格が起こりやすいかなっていうことですね。意外と見た目はインチキだけど、うん、ちゃんと話してるでしょ。話してる人だったんだなっていうのはよく分かった。サングラス外しとこうかな。はい、はいはい、という会話早稲田工科大学の平瀬においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。